こんにちは、谷口幸太郎です。本日は、Amazon さんから、Amazon さんからって言い方も変だな。なんか、試供品が急に届いたので、それの紹介をしたいと思います。紹介っていうか、ただ届いたっていう話するだけですけど、なんか、来るみたいですね。試供品が来ました。プリキュアチョコと、プリキュア、何これ、マリングミ。あ、発売まだしてない、あ、するのか、これから。え、めっちゃ珍しいやつ来た。15日発売予定。あ、もう発売してんのか。最近新発売みたいです。いけるな、これ。多分、子供のものを結構買ってるので、来たんだと思うんですけど。ちょい。まあ、多分、これ、プリキュアって多分、意外と男の人も買ってるんじゃないかっていう。ちょ、マニアックな。やばい側だと思うんですけど。うちの子男の子なんですけど、これを、2歳ぐらいから買い与えていたらどうなるのかっていう感じなんですけど。届いちゃいましたね。大丈夫かな？中毒性ないかな、これ。まあ。どうする？これ開けてみるか。なんか入ってるな、これ。なんだこれ。下敷き？チラシか。なんかチラシが入ってるみたいですね。まあいいか。まあちょっと最近動画撮るのになんか意欲がちょっと弱まっていたんですけど、これが届いて、何これ面白いと思って、なんか、あ、動画撮ろうってなって、急に動画撮る気が出てきたっていうところで、なので、ちょっと、紹介ですね。で、こんなの撮っておきながらなんですけど、今、ちょっと動画撮ろうかなって思ってたのは、もう、一気に撮って、子供のおもちゃの紹介とか、あと、なんだろう、チープカシオでずーっと買ったのにずーっと開封してなかったやつがあって、それも開封動画撮ったので、ちょっとしばらくといっても1ヶ月ぐらいかな、ちょっと動画投稿控えようかなって思っていますというのをちょっと話します。まあ1ヶ月かな、わかんないけど、ちょっとね、しばらく、動画は上がらないかな、上がるかな、まあ、じゃあ、下手に、変なこと言わない方がいいかもしんねえな。気まぐれなので。ただちょっと今思ってるのは、ちょっとしばらく動画上がんないと思いますっていうところですね。まあ、そんな感じです。ちょっとね、資格受けるのも、ネットワークスペシャリスト受けるのも、当日になってやっぱ受けないとか言い出しそうなんで、わかんないところが、ちょっと今将来が読めない感じになっているところがありまして、だから、ちょっと動画が上げにくくなってるのかもしれないですけど、まあ、今回ちょっと、ネットワークスペシャリスト一応受けるつもりではいるんですが、なんていうか、コロナ禍で、あんまり、なるべく受けないでくださいみたいなことが書いてて、まあ、すぐ受ける必要がない人は受けないでくださいみたいな。ちょっと意味がわかんないんですけど。まあそんなことが書いてて。で、まあ私としてはっていうか、受ける人は、まあ本当に趣味で受ける人は、それで控えてる人も3割ぐらい今回受験者減ったみたいなんで、まあ、すぐ受かる必要ない人は受けない選択取ったりとか、まあ単純にコロナ怖いっていうのもあるっていうのもあって、受けてないと思うんですけども、私はちょっと、やっぱり、情報処理の資格には、これまでもですけど、持ってることです。とても、いい方向に働いていまして。でですね、ちょっと、やっぱり、あれなんですよね。今年受かるか受からないかで、ちょっと、今後の、道が変わる可能性がとてもあるので、まあ、ちょっと、受かりたいっていうのは、まあ、毎年なんですけど、ありまして、なので、受けるということで。ただ、ちょっと、
今回控えて受けなかった人もいると思うので、ちょっと面白おかしく、今までは、なんていうんですかね、どうせ受かるならっていうか、ちょっと面白いことして受かりたかったっていうのが、ちゃんと受かりたいのまあ、落ちてるので、失敗だったのかもしれないですけど、なんていうんですかね、変な、受かった時に、どんな勉強しましたかって言われて、鉄球を叩きましたとか、変なこと言いたいなっていう、変な、考えがあって。で、なので、まあ、ただ、そういうのはもうやったので、今回何もそういうことしなくても、まあ、過去にやってるので、まあ、もういいかなっていうことで。で、なので、ちょっとそういうふざけた動画は、まあ、もう、まあ、上げる時間もないっていうのもありまして、なので、まあ、受ける、ネットワークスペシャリスト受けるつもりはあるんですけど、ちょっと勉強動画みたいのはちょっと上がらなくて、もう普通にシンプルに、受験日までちょっと動画投稿控えようかなと思ってる感じです。なので、同じく、勉強してる人は、受験日とか、受験後に何か感想動画とか、上げるかもしれないです。まあ、ちょっと受けなかったっていう動画になるかもしれないですけど、で今回ちょっと午前の免除が切れてしまいまして、だから午前1からなんですよね。だから午前1だけ受けて、なんか免除だけ、まあ、ちょっとひどいかもしれないですけど、ちょっとわかんないですよね、どうなるのか。ちょっとね、あれなんですけど、だから何とも言えないんですけどね。だから、まあ、ひっそりちょっと受けようかなっていうところで、そう言いたかったのは、控えた人もいるので、受験を控えた人もいるので、あんまり面白おかしくやるのも悪いなってことで、今回ちょっと普通に、普通に受けようかなっていう感じです。でも私はちょっと後がないっていうか、まあ1年でも早く受かりたいっていうのがありまして、受かりたいというか受かってることでちょっとこう有利に進めたいところがありまして、あれですね、まあね、まあ学歴のない人はもう資格で証明するしかないってところがなんだそれって感じですけど、まあなんでしょうね、まあいろいろあるので、いろいろやっぱり私はちょっとこう情報処理の資格持ってるっていうのがかなり大事な面があるので、ちょっと今回頑張ろうかなってことでなんでこれを撮りながらじゃあまあ、以上で以上じゃあまあ同じく受けようとしてる人はまあ頑張りましょうということで、と言いながらちょっとね、データベーススペシャリストも受けに行かなかったっていうのがあるので、ちょっともうあんまり言えないんですけどね。まあ、ちょっと受験日ぐらいまでは、まあ、頑張る方向で行こうと思います。じゃあ、そういうことで、皆さんも頑張ってください。以上です。バイバーイ。やべ、ぶつけた。